チャオ、あっちゃんです。今日12月13日、あっちゃん家の晩ご飯はもんじゃ焼きしました。その後、スイーツタイムはスイーツ系もんじゃが食べたいということで、スイーツ系もんじゃ作ってみたいと思います。ホットプレートそのままでもいいんだけど、味がね、しょっぱい系で作ったから、拭き取っておきます。しょっぱい残っとったらね、甘いのが分からんけど味混ざるからね。さあ、どんな感じで作ろうかな。ちょっと足どいて。あれ、どいてって言ってるやん。どこだと思ってもどいてくるんだから。あれ、今ティッシュ使ってたのどこいた。こちら決勝でも実際に使っているのだと言います。どいてって。その作り方から大根を入れます。まずこちら、コンビなどで取った出汁に味噌を溶いていきます。そしてあとは具材を入れて完成と思いきや、では作りたいと思います。はい、では作っていきたいと思います。今ある食材で作るには、まずね、いちごちょっとこれ傷んでるな。今日はね、ちょっとね、痛みかかってんのよ。もう一回いこうか。ちょっと傷んでるからね、使っちゃわんと。ちょっと早いね。さっきもんじゃはね、お好み焼き粉でやってんけど、薄力粉。で、お餅。
さいわ。卵入れます。しょ、お水、あ、水違う、ミルク入れよう。蜂蜜、さあどうなるでしょうか。ちょっと甘みたらな、ちょっと砂糖入れようか。あんまり砂糖入れたら焦げるような気すんねんな。砂糖もあるへん。ミックスジュースの味がする。ミックチュジューチューだということで、作っていきたいと思います。では作っていきたいと思います。昆布茶やで。さあ謎の、謎の怪しげなもんじゃ焼き。気持ち悪い、気持ち悪いって言われてます。ちょっとあいちゃんもこれはちょっとやばい気もする。でも美味しそうな気もする。夜間でも美味しい。夜間でも美味しいよこれは多分、お腹壊すよ。粉やから、粉は冷やんとあかんから。ビフリア、さあ、あっちゃんのスペシャルスイーツ、初の試み。いっぱいシーンが出てしまったな。めっちゃ甘い、うまそうだね。まさに高嶺の花。しかし、ご安心ください。チュチュチュの味がする。叩き売りされているマレーシア産のエビを使った激安エビフライでも、粉入ってるかあんまり何回だな、あれ裏技をするだけで。見せろ、肉チュジューって何するよ。肉チュジューまるで
老舗洋食店の高級エビフライのようなこれ大変身するというのです。まだね、まだね、今食ってねえかな。 A、 1皿1800円、老舗洋食店で食べるような高級エビフライと B、 裏技で買ったマレーシア産のエビを使った激安エビフライを食べ比べ、果たしてどちらが高級エビフライと舌の超えた芸能人が当てられるのか。匂いがしてるけど甘いからない焦げそうな気するな。それが怖い。私のタイミングで譲っていただいて構いません。まずはこちらにましょうか。 B が高級です。なぜ今までに一番自信あります。 A は硬くなっちゃって、うん、すごい美味しそうにする感じじゃない？これ。二回目の失敗。まず間違ってるの？私の人はね、その辺の料理研究家のことでは騙せません。このくらいは B です。やられちゃった。このあるものを使っているんで、杉原さんもこれがおやりになった。しかも上手に。ジャスミンは重曹に溶くと。やりすぎたわけです。娘と一緒です。完璧でした。非常に気持ちいいですよ。パパって言われたの。さあ、レッドさん。はい。プロと同じ B なんです。なんで、これはもう完全に。バカ自体や。音で食べてると、この音の衣とエビのグリップの感じ。自分の耳がどう聞こえるかって、まあ、やっぱり、まさくのおっしゃる B の方が、ね、やっぱり答え、大体が A になってる、うん、全部 A なんだ、うん、あ、赤か A の方が、身が締まってるとか、ギュッて詰まってる感じでしたね。誰これ多分、硬くそれって勘違いされた片岡さんがいらっしゃった。どっか庶民的なみたいな変なやつおるやん。あいつが答えられてる。庶民的なアホみたいな。なんか分からへん。値打ちができてるだろうね。こっちができてたら成功。うん。もうちょっと。もうちょっと。もうちょっと。大変身した。やだ。もういいんだよ。オッケー。でもういいよ。いいよね。マシューさんで仕上げするから。あちょっと広げて。おお、勝ったん？ええな、欲しいな。はい、口の中に入れたらシャーできましたってことで食べていきたいと思います。どう？どう？あ、熱い。そんなわったらいいやん。では、あっちゃんちの今日のスイーツタイム、スイーツもんじゃです。
美味しい。美味しい。なんかミックチュジュチュ焼きって感じです。普段はどういったところでお料理とか食べられますでしょうか。エビフライよく食べられますでしょうか。これちょっと間違えた。ってことはこいつはご飯と一緒にな、がっつり食ってんねんな。自分から吐いちゃってるやん。そこで真実を伝える。真実。A だけね。負けず嫌いや、こいつは絶対負けず嫌い。港区って何がいいんですかね。他の区は分からないです。他の区は住んだことがないので。下には自信ありますか。あります。新宿でセレブタウン港区でしか生活したことがなく、暇さえあればおしゃれなお店でお食事を召し上がるセレブ様が選んだのは、生クリームをのせ。全然違いますね。何が違うんですか。食べた瞬間分かりました。エビの太くなるまでが美味しかったと思います。エビはなんかいつでも食べられるような感じがしました。港区っていつもエビ、高いエビ使ってんねんな。もう下品な。これもやりたい。意味やった？え？それが意味やった？え？それが意味やった？違うわ。こんなんで言うね。こんなとこで言えるかなんか。いいんすけどな。やってみたいなこれ。もう口の中ガーってやって出してんのもよ。いらんことしないの。もう何もできない。ゼリー上に乗せてな。口がハーッてやりはや。バカな子供やな。うまいやこれ。返して。じゃあ赤返してよ。それ高いねんで。それ。あもうやめ。口の中にガーッて出して喜んでた。もう空気作るまで痛くなってまうやん。ケーキ作るの？分からへん。明日？いや、クリスマスぐらい。あれ？あれで作るの？うん？あれ？いや。あっちじゃない？うん。じゃあ見せて買おう。うん。熱かった？うん。生クリーム口の中直接入れたらバザーだ。でも俺にはバザー当たらへん。お安いエビにありがちなエビ独特の臭みが一瞬で消え去るというのです。皆さんは？臭みと一緒に汚れが落ちちゃうな。エビ本来の濃厚な味が際立つ。うわ、いらん。これ口の中に入れたいねん。いらん。口の中に入れらん。口の中に入れらんね。下品な。どこが下品。それ動画撮ってもいい。ダメ。なんで。わかるらしいのか。アバンド。エビ本来の濃厚な味わいが楽しめ。なんで。老舗洋食店のような、やらんとくわ。俺は寝とこう。
デザート食った後は寝るな。試してみてはいかがですか。生クリーム。続いてはフライにまつわる裏技新常識。腹9歳で大丈夫か。あかん。あかんくないよ。アジフライを衝撃的に美味しくする裏技。美味しい揚げ物の定番アジフライ。アジフライ。やめてもん。何やってんの。俺何もやってないで。実はアジフライにあるものを入れるだけで、まるで有名店のアジフライのように。はい、ということで、あちゃんちの今日の晩ご飯の後のデザートは、デザートもんじゃ食べてみました。結構美味しかった、これはありです。はい、ということで今日のあちゃんちの晩ご飯の後のデザート、この辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。